ダークラブですが、今宮は3球差し、ストレート手が出ませんでした。山川真ん中低めに当たりました。センターが手を挙げています。センターバットボール、キャッチャー黒木空振り三振、高め手が出ました。シュートストレート3を超えているというライトに打ち上げました。満足が手を挙げています。一番方向に寄って落下点、監督でスリーアウト。ブレインクはこう出しております。今の今宮から始まります。センター後方打ち下げより大きな手は要求、落ちるボールでした。空振りの三振、山川は2打席連続スイートデュー当てたバッティングになりました。ピッチャーボールです。一塁に送って追い込まれています。高め空振りの差し、150キロのストレートでした。一塁がファーストの感じです。うまくさばいています。ジャイアンツの打球は2度あります。うまく合わせましたけども、ショートのアザイナーです。スイヤー変化球空振りの三振、まさきはストレート空振り三振でした。レッド持っていた、しかしレッドは3番ストレート、セカンドゴロ、最後は落ちるボールです。セカンド正面4、6、3と点ダブルプレーになりました。中村晃がセカンドダブルプレー、ストレート打ってのセカンドゴロ、セカンドゴロ、セカンドゴロ、今日は今日9つ目の三振を奪い取っています。9回裏、ツーアウトになりました。追い込まれた川瀬、ストレート合わせた、レフトバック、マルタメに入ってきた、今シーズン4度目の後半の勝利、135キロの熱投でした。